こんにちは、まーです。グラサマーやっていきたいと思います。昨日は動画休んですいませんでした。よいしょ。最近はこう出遅れがちなんですけども、その出遅れてる理由なんですけど、前回の違うゲームでも話したんですけど、ちょっといろいろモチベーションがちょっと下がっておりまして、あんまりやってないっていうのがね、事実なんですよ。はい。なのでちょっとグラ様の動画も久々になっちゃったんですけど、ちょっとやる気になって、今日ちょっとポチポチやってて石が溜まったので、今までね石が溜まってなくて、こちらのエタニアちゃんが出てきたのに引けずにいたので、今日は引いていきたいと思うんですけど、今日からかな、この巨大ボス、ドロップアップキャンペーンが来ましたので、これかなり嬉しいので、もう今こそ鍵を集めておこうかなと。鍵と、なんだ、寝具強化素材と、ぜひね集めたいなと思って頑張ろうかなと、ちょっとやる気を出しております。でまたこれも来ましたね、試練の回路。はい、ということで早速ね引きたいなと思います。これだね、きらめき、エタニア、コートニー、アルビナ、ジル、ラサオ。持ってないのはエタニア、コートニーっていた気がするな、ってなるともう、いたよね。いた気がする。ってことはもう、エタニア、アルビナ、狙いだ。うん。4% ね。OK。じゃあ、行っときますか。モチベ下がってるとか言いながら、やっぱりね、新しいガチャ来たら引きたいっていうのが、やっぱこれでいいのが出たらやる気につながることもあるし、つながらないこともあるし、みたいな。人間、単純ですね。じゃあ行きますか。いいんだよね。あとね、このゴジラガチャもね、本当は引きたいんだよね。宝具召喚。これは後々引きます。はい。じゃあ、星5進化確定11連。はい。あー、ロイじゃないな。うわー、タッチも普通だね。なんか毎回同じこと言ってるけどさ、大事な基準なんですよね、私的には。いやこれ少なくともピックアップは来ないじゃないかな。あ、でも錬金石嬉しいからね。これで溜まって錬金召喚を引くっていうのもありだけど、それは今回じゃなくてもいいかもしれないね、もしかしたら。まだね、終わってないのにね。おー、なんだっけ、名前忘れちゃった。はいはい、パロットさん、はい、ありがとうございました。いやでも錬金石には嬉しい、ほんと。ちなみにこっちのラインナップは、コートにジル、アルビナ、エタニア、ラサオ、アルシェ、グランブレ。あ、やっぱこれは引かない方がいいな、今回ほぼかぶりそう。はい、ということで、まあこれもあるけどね、ワンチャン。いやこれは、ね、無謀、ほんとに。はい、ということでね、後で錬金石に交換しときます。はい、ということで、全然つまんない動画で申し訳ないんですけども、まあ最近はそんな感じでやってます。巨大ボスね、ちょっと頑張ってみようかなと思います。はい、ということで、よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。